とうございます。おめでたくねえんだけどな。もうよ。こんぐらいの年になるとよ。未来がよ。縮まっていくからあんまりめでたかねえんだよ。わかる？もう折り返しはとっくに過ぎてるからな。やばいよ、やばいよ。特命係長ありがとう。フラットがあのむる。決まった。あだ。うずきありがとう。ケーキ。よし、ありがとう、マロン。決まった。あらす。ケビスか。っていうかさ、今日昼間なのになんでこんな早いの？開始まだ2分なのにもう300人以上来てんだぜ。400人ぐらい。ハロウィンはコスプレしますか？タツボエだって俺いつもコスプレしてるようなもんじゃん。51歳はお前これ若いべ。51歳の格好にしちゃええおい、なめてんのかよ。くねくねおじさんだぜ。あ、ミカエルさんありがとうございます。ジージャンパーカーだよ。やさぐれ倫理。ああ。KP しようぜ。香川君のおかげだね。ああ、なんか香川君が何か言ってくれたんですか？じゃあ、お礼言っといてください。おぎちなさん。あれです。あんたたち行くわよ。いいわね。ケピー、よし、ハイボです。ハイボールです。さっきまでよ、昨日の残りのよ、焼酎飲んでたんだけどよ。なくなったから、コンビニ買いに行ってきた。ちょうどタバコも、あと2本しかねえし、4パック買ってきた。な、お前ら、絶対よ、ちゃんまんってそういうことやらない人だって俺の常連だったら分かってるよな。小津姉さんありがとうございます。小津姉ありがとう、まど決まった。あらおめえらよ、他の配信者でよ、前夜祭とか言ってよ、な、あとはよ、カウントダウンとかかましかけるだろ。お茶そういうのやんねえから。うずきありがとう、ファンタ。決まった。あらす。な。佐野ちゃんはやらないの、そういうことは。ね。おやすさんいらっしゃい。かたくなに俺そういうやんないから、イベントとか。ああね、やりそうだろ、他の配信者は。カウントダウンとか。パー太郎らしくな、やるんだよ。わしゃやらん。レイさんいらっしゃい。うん。遊ぼうぜ。いや、今仕事中なんでちょっと遊べないです。はい。すいません。あちゃありがとう。で、しかもよ、そういうとこはいいだろう。一番さ、なんかこう、人が来そうな、そのゴールデンタイマーに配信開けないおじさん、一番なんかウィークポイントタイムに開けちゃうおじさん、そういうとこいいでしょ、佐野は。マジで。なんなの、誕生日の前日にニヤニヤしながらやるわけねえじゃんかよ。ヘイちゃん、あれいらっしゃい。いつもありがとう。もうさ、タイキックアウトさ、配信会、もともとお金なんかもらえるサイトなんてなかったの。トムさんありがとう。ケーキ。別の意味のケーキはいらねえけどな。何が18年間ちゃんとだよ。おめえいくつだよ、このクソガキャこれよ。香川さんが便乗で稼いでますよ。でもいいよ、別に。もう俺関係ねえもん、彼と。関わりないから。マジで。うん。やめて。どうしてもなんかさ、関連付けとかしてくるけど、俺一切彼のことなんか放送中に言わないからね。うん。そうそう、そっちの景気違いね。うん。そっちはいらないから。だから、その、俺はフリー素材だから、それいいんだけどね。お金大好きマンだから彼は。そういうお仕事をしてる人なのかね。ああいう人、ああ分かんねえ。俺別に興味ねえもん、そんなの言ってくるやつが何やってようが関係ねえもん。だって見えねえんだから、そんなやつ。コメントだけだろ。ああ。久々によ、今日、ポケトーク電源入れたらよ、電池切れになってたよ。ああ。なぜポケトークに電源を入れたか電源を入れようと思ったか。これ多分アップデートになってんだよ。一応 Wi-Fi つないでアップデートさせとかねえとよ。外国人の彼女ができた時に会話はできねえだろ。ポケトークがねえと。やべえべ。な。未来は何が起こるかわかんねえからな。今日はしけってんな。昨日はスカーンと抜けてたけど、一日でこんな上げ下げになるとよ、なんかね、もう特に昨日がスカッとしてただけに今日がもう地めりだよな。うん。なんでパツキン女ってすぐ外国の女の子って言ったらなんですぐパツキンなのイメージが。それベトナムとかさ、マレーシアとかさ、そっちでもいいじゃん。外国人には変われないんだから。なんですぐさ、そのパツキンになるの。買ってくるっていうのはどんなひでえ言い方しやがんな。ああ、中国人とか韓国人とか台湾とか多いけどな、その辺プラプラ歩いてんの。コンビニバイトしてんのとかも。アップデート始まったかな。しまってな。何？なんでフランス語の変換になってんだよ。おかしいだろこれ。ソフトウェア更新来てんじゃん。ああ、なるほどね。いろんな国から女を買い付けして多国籍パブウナ開けばダメなんだって。まず